じゃあちょっとやってもらいますよ。ちょっと待った。右手飲ませれます？はい。暴れ出した。お願いします。そんで一滴。OK、ストップ。はい。で、ちょっと口元見とってくださいね。飲んだかな？あ、口飲んだ。はい。で、口をきれいに振りください。多分ね、やるとね、この違うところにいっぱいついてるからさ、必ず拭いてほしいんですよ。はい。これいいですかね。うん、いいですよ。はい。ね、頑張ったね。食べんの、あなた。食べないね。なんかまだ来てまいりました。どうしても慣れ、僕らもさ、こう信用にはしてんだけど、どうしてもなっちゃうんだよね。どうしてもの時はこれ、抜くことになります。あんまりカペカペになっちゃったら申し訳ないけど、まあ、生えてきますからね、また、はい、食べんか、ちょっと食べんか、体重いくつでした？そういえば29でした。 29? いや、その入ってるのに、まあ、入ってるって言っても昨日も入ってますけどね、うん、昨日よりは少ない、今入ってるのはね、はい、うん、本当だ、ちょっとまた栄養補助しなきゃんのこれ。そしてするのは全然いいんだけど、うん、食べてよ。家にいるとき食べないと困っちゃうな。そうなんですよ、うん、ここだとさ、少なかったら栄養補助するじゃないですか、うんうんうん、まあでも暗くなってき、外が暗くなってきた頃からその餌がたくさん溜まるようになるんですよね、うん、もう入りたい、入りたいね。わかりました。なんかいつもこういうとこに頭すりつけたりしてるから。はい、じゃあ戻しますね。、はい、じゃあ一応明日はね、あの持ってきてください。で、はい、ダメだったら、うん、それが見たいんですよ、私。あ、はい、で、OK だとそのまま連れて帰ってもらうし、ちょっと無理そうだったらちょっと箱だけ見させてもらうことになるんですけど。じゃあ一応ヒーターも持ってきて、そうそう、ヒーターも持ってきてください。で、中に温度計もちゃんと入れて、はい、わかりました。帰れる準備できてくださいね。わかりました。はい。じゃあ止めますよ。はい。